ご飯。あ、ごめんね、ノエルちゃん。今日はみんないろいろあったから、まだ用意してないのよ。そうよ、ちょっとは我慢しなさいよ。ご飯。それよりフィリシア、先に練習をしちゃわないか。あんまり遅くなると。そうね、町の人にも迷惑かもしれないから、今日は先にやってしまいましょう。みんな、準備はできたか？はい。第1121招待、演奏開始。体の中にまだ音が残ってる。今日はうまくできたな。これだ、これが私の音だ。あとはこの調子を祭りの日までキープできれば。もしかして私が足を引っ張ってるの？まだ終わってないわ。明日を見てなさいよ。結構うまくできたわね。でも、もっと頑張ってみんなを引っ張っていかないと。最悪な演奏。カタツムリくん、明日こそ頑張るよ。今日はこれくらいにしておきましょう。ご飯。ちょっとノエル、さっきからそればっかりじゃない。いい加減、いやしいわよ。仕方ないよ、私だってお腹ペコペコだもん。今日の調理当番は誰だっけ？あ、私です。かなちゃん、今日は来らなくていいから早くしてちょうだいね。はい、わかりました。急いで料理しちゃおう。確かこの辺にお肉がしまって、あれ、おかしいな。どうしたの、かなちゃん。お肉がないんです。それに他にもいろいろ食材がなくなってて。本当だわ。どういうことなの？そういえば、今日はおかしなことばかり起きてる。うわあ！どうしたの、クレアちゃん。そんな大きな声を出して。
忘れてました。隊長、この砦に不審者が侵入しています。そんな大切なこと、なんで黙ってたの？仕方ないじゃない、今日はいろいろあったからすっかり忘れてたのよ。だとすると、今日起きたことは全て説明がつく。フィリシア、対策を考えないと。フィリシア？許せない、私の砦に侵入者なんて、おまけに大事な食料まで。命令。フィリシア、返事。はい。寮長、0630より作戦ヨモツヘグイを発動します。作戦内容はその場で説明。以上、質問は？フィリシアさん。何、カナちゃん。ご飯調理にかかってもいいですか？あ、ごめんなさい、つい我を忘れちゃって。私も手伝うから一緒に作りましょう、カナちゃん。